こんにちは、田辺芳雄です。本日は、明石エリアの、キャスティングゲームスピニングを使って平場をやっていこうと思います。今年発売のビンビン玉ネオ、皆さんが待ち望んでいた 30g、 これをメインで今日は実況解説していきたいと思います。めっちゃ小さいですよね。でまあ、シャローエリアですねはもうキャスティングが必須になるんですけど、まあ、キャストする理由ですね。まず、シャローエリアなんでね、船からできるだけルアーを離した方が、魚に与えるプレッシャーっていうのは低くなるんで、キャストするまず理由の一つで、あと例えばまあ結構ね浅い水深狙ったり、まあ、10メートル、8メーター、10メーターとかの時ってあんまり船もねポイントに入れなかったりもするんで、まあ、そういう時はキャストしてポイントを攻めるっていうのも一つですね。はい。まあタイいるけど普通にストーンと落としても食わない。でそれをプレッシャーが入ってないエリアをキャスティングすることによって、まあ長くねタイがいる層を狙えるっていうのも、やっぱり水深20メーターとかでこうストーンと落としたらもうここしか点でしかタイを狙えないんで、広範囲にこうキャストすることによって長い間こう引けるじゃないですか。ポイントを横にこう長い間引けるんで、もうキャスティングがまあ必須になりますね。お、来た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 。タイやな。ええ感じやな、30g。もうヘッドも軽いからタイの当たりがダイレクトに分かりますね。よっしゃー、キャスティングタイラバで釣れました。新作のね、ビンビン玉ネオ 30g で、ネクタイはねデュアルカーリーで、この足フックはねスイッチの、段差針で、もう絶対バレないかかり方で、このネクタイと相性抜群ですね。今ヒットしたんですけど、まあそこ最初ねちょっと早巻きでチェックしていっても当たりが出なかったんで、ちょっと巻き速度をね今これぐらいですね、スロー気味で底を這うような、 30g でちょうど底を這うようなスピードを巻いてたらヒットになりましたね。なんかタイの反応も底ベタみたいなんで、あんまりこう浮かし気味にならないようにスローで、ちょっとやっぱり重みを感じるとこを探して底の筋に入って丁寧に這わしたら来ましたね。まずね、シャローキャスティングの一連の動作を説明します。まずキャストします。で、今日は風がないんであれなんですけど、風が吹いて糸がね吹けるんで、そういう時はちょっと先に回収して糸がピンと張った方がここに綺麗に巻き取れるんで、でホールをまたし直します。でまあ軽くサミングして、でそこに着いたらベールを起こして巻いて、で最初はちょっと早巻きで20回ほど、で再びホールで、この時にどれぐらいでそこを着くかっていうのを見といて、早く着きすぎるんだったら全然負けてないってことなんで、そういう時はもっと巻き取り量を多くして、で2回目の巻きは先ほどよりちょっとゆっくりめで、でまあこれはけど魚のいる層がそこ付近の時の、もう浮いてる時はもっとしっかり
早めで巻いたりとか、まあ、それは状況に応じて変えてもらったらいいですね。で大体まあ2回か3回ぐらいこの、繰り返してもらって1回回収してまた投げ直すっていう形です。やっぱり鉛と比べてもね、やっぱりシルエットもだいぶ小さくできてるんで、まあタイにまあ、プレッシャーを与えずヒットにつながることも増えると思いますね。こう当たってきた時に違和感を感じにくい、軽いんで、だ今さっき釣れたのももう全然違和感を感じず、こうしっかり何度もアタックしてくるような感じだったんで、それがちょっと球の重みを感じて逃げられちゃうっていうことにもあるんでね、こう軽い方が絶対有利な場合も多いです。今までタングステン、45g までっていうのが多かったんで、それ以上軽くっていうとタングステンではなかった、誘導式ではなかったラインナップなんでね、この 30g っていうのはかなり武器になると思います。だからキャスティングじゃなくてベイトリールでもこう流していく釣りにはすごく必要ですね。釣れそう。もう来た、タイヤ、よーし、やっぱ釣れそう思ったネクタイ釣れたな。お、はい、はい、ありがとうございます。よっしゃー、ネクタイ変えてね、一発で来てくれました。ヒットネクタイは、困った時のエビオレンジ、マイクロカーリーのスリムです。今ちょっとこのシャローのベイトのサイズにマッチしているのはスリムがいいかもしれないです。で一応ね、スピニング、どこに手を入れたらいいか、まあ好みはあると思うんですけど、まあしっかり、まあ要はちゃんと包み込んで、しっかりドシッと魚が来てもこうしっかり巻ける、例えばこういうとこ持ってたらブレるんで巻きがで、しっかりこう僕は、小指をここに当てて1本だけ下に行って、あと3本はこう上でしっかり包み込む、でベールを起こして、でもうだいたい糸も、20センチぐらいこう垂らしてもらって、あんまりこうガイド近くでやるとガイドが破損したりするんで、まあ、20センチぐらいこう垂らしてもらって、で、僕はまあ右手で投げるんで、周りに、まあ、普段ですね、今日はまあチャーターなんで、周りに人いないですけど、普通乗り合い船だったらね、すぐ横に人がいるんで、横の人に迷惑にならないように、で竿を自分のこうまあ足元にでまっすぐ投げる。これをサイドキャストとかするともう確実に人に当たってしまうんで、もう必ずアンダーキャストで投げるようにしてください。であとはキャスティングの時のリーダーの長さはだいたい一広ちょっとぐらい、
で、投げる体勢の時にリーダーの結び目がこの辺、まあ、ここに巻き込まない方が、あのトラブル、少なく、ガイドに引っかかりも少なく、できる長さだと思います。で、ノットもね、例えば PR ノットとかだったらちょっと長めになってしまうんで、あのガイド抜けがすごく、あの引っかかってね、キャストの時に切れたりすることも増えるんで、私は、FG ノットで、まあコンパクトに、リーダーを組んでやってます。でキャスティングタイラバの、ドラグの、まあ、強さですね、まあ、数値で言ったら、まあ、強くても 700g ぐらいで、まあ、簡単にこう言うのであれば、ちょっとこう回収した時にチリッと出るか出ないかぐらい、あのドラグが出るか出ないかぐらいの、力でいいと思います。で、まあ、強くて、まあ、ダメな理由はやっぱりこうシャローでこうタイとファイトすると、ちょっと大型のタイになってくると、もう本当に青物みたいな、ファイトになっちゃうんで、もうすごい力強く、なるんで、針とか折れるんですね。そういうのを、まあ、防がないとやっぱりバレちゃうんで、ドラグは、まあ、回収した時にチリッと出るか出ないかぐらい、緩くしてもらう方がいいですね。キャストした後の糸、サミング方法なんですけど、まあこうやって持ってやってる人もいますけど、これはもうめちゃめちゃ難しい時、もう潮がめちゃめちゃ効いてる時に、軽い球でやる時に分からなくなったらこうする場合もあります。僕は、中指でここ当てるんですよ。で一定のリズムで糸が出ていくようにして、落ちたら止まるんで、止まりました。でこれで巻き始めで、これが例えば強すぎると、一定のリズムで当てるのを強すぎると一定リズムで落ちていかないんで、どこでついたかわからない。でそれを優しく一定のリズムで落ちていくように力を添えてあげたら、止まりました。ホールが分かると、着底が分かるという形ですね。そこから何巻きで当たりました？4巻き、はい、まあ、そこの方なんですね。おー、ナイスあ、ほぼや、でかっ竿の曲がりしましたね。ねえ、これもナイスですよね、サイズ綺麗な魚が釣れましたよ、ね、本当に。ほぼですね、はい、もういろんな魚が ね釣れるから、ね、すごい。ヒットネクタイは何ですか？マイクロカーリングワイド、はい、オレンジコース、はい、これね、よう釣れるカラー、はい、僕もすごい大好き、はい、あ、そうなんですね。この黄色がね、そうですね、いいアクセント出てると思います。はい、今キャスティングでね、使ってるロッドなんですけど、ビンビンスティック、エクストロ66の ML っていう番手なんですけど、こちらはもうシャロー特化型の、キャスティングロッドになってまして、まあ今使ってる 30g、45g、まあ、60g ぐらいまで、広範囲にキャストして狙っていけるロッドです。ビンビンメタルとか、タイを狙うね、ジグも使える汎用性の高いロッドになってますんで、なんかロッドに迷ったら皆さんこれをぜひ使ってみてください。あ、なんか違和感あった。当たった当たった、よっしゃよっしゃよっしゃ、よっしゃ、タイヤ OK、 ありがとうございます。ちょっとね、深めのポイントに来たんで、潮も早いんで、ビンビン玉、ネオ 60g で、マイクロカーリンのスリム、しましまレッドに
変えて、ヒットしました。はい、よっしゃ。今日はですね、あのシャローエリアをメインであのキャスティングゲームさせてもらいました。今までは 45g っていうあの、まあ、ビンビン玉ですね、シリーズ 45g しかなかったんですけれども、今回から 30g あの使わさせていただきまして、今までこうちょっとやっぱりもうちょっと軽い、巻いてて軽い玉が欲しいなって思ってたところで、ちょうど30を入れたら、あ、すごいあのちょうどいい角度にね、あの巻いてくることが できたんで、まあ、そういうのを、まあ、あの組み合わせていくことで、あの当たりにもあのつながりますん で、今日使ったネクタイの方も、ちょっとね、あのベイトはね、今日やっぱりシャローエリーにあんまり入ってきてなかったんで、強いあのネクタイがあんまり当たりが少なかった。でそこでマイクロカーリーのね、ワイド、スリムを使い分けて、ヒットにつながったりっていうのがあったんで、タングステンの重さ、ネクタイの種類をね、うまく組み合わせてもらって、エキサイティングな、シャローのねキャスティングゲーム楽しんでいただけたらと思います。今日はありがとうございました。